いいか、断ると今回ばかりは後悔するぞ。次のお相手は攻守とも完璧、誰もが羨む年上美人だ。あー、年上美人か。できれば年下美人が良かったな。年上だろうが年下だろうが、お前の言うことはもう信用できん。そう言うなよ、俺これでも一応友達思いの人間なんだぜ。かけるも自分の名誉がかかっているからか、口調はいつもの通り、でも不思議と勝ち怒ったような自信を感じる。美人でも性格がクソみたいな女は絶対に無理だぞ。俺は一歩引いた、サラダとりわけ系女子が好きなんだ。うん、まあサラダ、うん、俺は別にサラダ取り分けなくてもいいな。うん、攻守ともに完璧って言っただろ。大体そんな女仮にいたとしてもお前には紹介しないって。おお、また選択肢だね。あー、これはあれだな、かけるの話に乗ったら新キャラが出てきて、今回はパスで妹ルートに行く感じだな。あー、でもな、どんな子が出てくるか見たいから、かけるの話に乗ろう。よし、最後に一度だけお前を信じてやろう。超意外、こんなにすんなりいくとは。まあな、俺も一応は人の子だ。昨日の一件でいろいろと思うところがあったんだよ。それは少々興味深いな。とりあえず日程だけど、今晩は開けといてくれ。急だけどすまん。え、今日午後6時、場所は昨日飯食った店の地下に行ってくれ。バーがあるんだ。今回は俺がいなくても平気だと思うし、向こうも親切な人だから楽しんできてくれよな。いや、いきなり1対1か、大丈夫かな。相手の情報も教えろ。年上、美人、いい人、以上。アホか、さすがに名前とか連絡先よこせ。心配すんな、20代の美しいお姉様だ。それで十分、あとは行けばわかる。ありえん、あいつマジで電話切りやがった。もう一度かけ直すが、健闘を祈るとかいうスタンプだけ連発してくるリア充代表。よし、これで変なやつ来たらマジで友達やめよう。この様子じゃ今晩の夕食は自分で作らない方が良さそうだ。飲むのか食うことになるのか不明だが、そもそも俺はバーなんて洒落たところにこれまで一切縁がなかったし、確かにバーなんか行ったことないな。なくはないか。うん、ただ今は友人のあの自信に乗っかる形で、俺は約束時間までゆっくり準備することにした。あれ、まだ昼だ。あ、夕方になった。お、昨日の店じゃねえか。昨日もそうだったけど、この店普通に繁盛してるんだな。とりあえずかけるの言う通り、昨日の店までやってくる。時間も時間なので、どの席もディナー客でにぎわいを見せていた。いらっしゃいませ、ご予約のお客様でしょうか。え、このお店じゃないよね。すいません、なんかここにバーがあるって聞いてきたんですけど、入り口ってここで合ってる？それでしたら、そこの廊下をまっすぐ奥に行きまして、突き当たりの階段を一つ下に。ありがとう、昨日の店員さんだよね。はい、昨夜はお世話になりました。おいおい、胸をしっかりと見るな。じゃあ、そのありがとう、俺下行くから、お姉さんも仕事頑張って。はい。あれ、この子まだあれ出てきてないよね、あのカットインみたいなやつ、名前とか出るやつ。そのまま案内された通りに廊下を進む。隠れ家的な店なのか、階段を降りると小さな店の案内板が目に入った。あ、すげえ洒落たバーじゃん。水槽がでけえ、水族館ぐらいあるな、水槽が。おお。いらっしゃいませ、お好きな席へどうぞ。どうも。バーの扉を閉めて入店する。扉を閉めた途端、驚くほど上の階の喧騒が聞こえなくなった。相手ってもう来てるのか。かけるからとびきりの美人としか聞いてない俺。軽く店内を見渡すと、カップルや若いお客の姿が多かった。みんな仕事帰りなのか、スーツを着たリーマンやエロい足をした OL の姿が中心で、女性が一人で誰かを待っている様子は見受けられない。とりあえず座ろう。一人だし、こういう場合カウンターでいいのか。すげえ、メニュー見ても全然わからん。最初の一杯って何頼めばいいんだ。つか俺一人で飲んでいいの。ハイボールとか頼んでいいわ、店なわけ。いらっしゃいませ。
お世話様。お、来たかな。あー、綺麗、可愛い、やばい、マジで美人。これはさすがにハードル高すぎだろ。あいつ万年童貞の俺に一体何を期待してんだ。名誉挽回だと少しはこっちのスペックも考慮に入れてくれ。どうした？あ、緊張で足が震えてきたね。神様、相手がこのお姉さんじゃありませんように。遅れてしまって大変申し訳ありません。あ、ちょっと職場で出かけにバタバタしてしまって。このお姉さんでした。あ、いえ、僕も今来たところなんで。そうでしたか。あ、もうすでにこの段階でめっちゃいい人そう。いや、美人でいい人もう完璧じゃん。しかも超いい匂いする。何これ、フェロモン？お待たせいたしました。ビーチフィズになります。ありがとう。こちらオレンジジュースとりあえず最初の一杯目を頼む。店の雰囲気からしてガツガツ軽食を食べる雰囲気でもないので、今夜このままちょっと飲んで終了か。しかしオレンジってもうちょっと申し訳ないもん頼めなかったのか俺。向こうも緊張しているのか、最初の一杯目からお互いうまく視線を合わせられない。正直神経は太い方だと自負しているが、俺の場合あからさまに人の良さそうなタイプを前にするとこんな風に突然何を喋ったらいいのかわからなくなる。今日はお互いに急なお話で大変でしたね。え、あ、いえ、その、そうですね。とりあえずせっかくですし乾杯しましょう。乾杯。あ、いいね、リードしてくれるお姉さん好き。困っている俺を見て気を使ってくれたのか、わざわざ向こうから声をかけてくれる。あ、ほんとダメだ俺、これが居酒屋なら失礼を承知でいろいろ勢いで喋りまくれるのに。すみません、ちょっと俺見たまんまなんですけど、今日は緊張してて。私も。俺普段はあんまりこういう店に来ないんです。飲むときは大抵ファミレスとか居酒屋で。私も居酒屋にはよく行きますよ。トマト巻きが好きなんです。串で刺してある。あ、よかった、庶民派のお姉さんだった、よかった。あ、あれ美味しいですよね。女の人ってあれ結構好きなイメージあります。ええ。いや、お前あんまり女の人とかそういう括りにするのは良くないと思うけどな。早速会話が途切れる。もう嫌だ、このまま土下座して居酒屋に移動した方がマシなんじゃ。テーブルチャージ料かとかどれぐらいかかるんだこの店。バーならもうちょっと、大学生がジョッキで騒いでる店の方が俺には肌に合うんだけどな。この席エアコン寒くないですか？大丈夫？あ、はい、平気です。失礼を承知で様子を伺うと、向こうは見るからに乗りって感じじゃなさそうだ。そりゃそうだよな、緊張もあるだろうけど、今日はかけるかその知り合いに無理に頼まれてきたんだろうだし、俺一人のテンションを上げるために招集されてきたんじゃ、さすがにちょっと気の毒になってくる。すみません、ちょっと席を外しますね。電話を一本。いやー、これ休業ができたからって言って帰られるパターンだよこれ。あ、はい、お気になさらず。そのまままっすぐトイレの方へ向かうお姉さん。お、まだ名前も聞いてねえぞ。そういえば仕事の電話か。そういえば俺まだ名前聞いてなかったな。戻ってきたらちゃんと自己紹介しよう。お互い名前も知らずに飲み続けるとか一体どんな罰ゲームだよって感じだし。あ、かけるから電話。なんでよ、今店の中だからさ。本当にすまん、お前今そこで何分くらい待ってる？実はお前に紹介するつもりだった相手、今日は来られない。マジ、これ運命じゃん。じゃあお互い偶然あれでしょ、そのニアミスであれしたんでしょ。あれしたっていうかあれだ。は？俺は真剣に頼んだつもりだったんだけど、直前までそいつ俺の冗談だと思ってたらしくて、いきなり会えって言われても今回はごめんって。さっき連絡が。あのどちら様ですか？実際あるのね。あ、だいぶ表情が柔らかくなったね。いやー、完全に、あー、来た。恋愛に慣れてない天気予報士。天気予報士なの？
ナルセサキ。さっきの電話で一瞬固まっちゃって。じゃあ今あの席にいる人誰って。いやこれが運命じゃん。俺が待ち望んでた運命じゃん。俺と同じく本来は別の相手と会う予定だったらしいお姉さん。お互いに人違いとかなんか一周回ってめっちゃ笑える。いやいやなんかさっきから笑いまくってるけど絶対俺の方が緊張してたから。だいたいこんな高そうなバーなんて初めて来たし、事故とはいえこうして会った相手がこんなに美人とかガチで頭回らないし。あら褒めてくれるの？ありがとう。そう言って本当に緊張が解けたのか、サイドメニューの方に目を移すお姉さん。こっちも一気に脱力したというか、いい意味でもうどうにでもなれって感じだ。すいません、またオレンジジュースお願いします。あら、お酒飲まないの？うん、飲まないっていうか正直何頼んでいるのか分かんなくて。さっきも言ったけど俺普段飲むとき居酒屋とかファミレスが中心だから。メニューは全部横文字だし、酒の種類も細かすぎてさっぱりだ。壁際の席にいるおっさんでさえ見慣れたビールジョッキでガブガブ飲んだりしてないし。それじゃあ別に飲めないわけじゃないのね。うん、家でもたまに飲んでるし。すみません、ミモザ一ついいかしら？名前は聞いたことあるよ。ミモザ？お姉さんが慣れた様子でバーテンに声をかける。緊張していない普段の彼女はこんな感じなのか、そのラフさが今はちょっとかっこいい。お待たせいたしました。どうぞ。口に合わなかったらごめんなさい。なんかオレンジジュースがバージョンアップしてるんだけど。細いシャンパングラスに注がれた謎のミモザ。なんかよく見るとシュワシュワしてるし、炭酸かこれ。じゃあせっかくなんで。どうぞ。特に意識せず一口目からがっつり飲む。おお、これスパークリングワインか。オレンジで割ったことないしめっちゃ新鮮。もう飲んじゃったの？すげえ、オレンジジュースを頼んでたから、そのオレンジジュースにを使ったカクテルを頼んでくれたのか。めちゃめちゃ大人なお姉さんだな。それで俺の方はドタキャンだったけど、そっちは大丈夫なの？もともとこの時間他の相手と会う約束だったんでしょ？いいの？このままここにいて。ええ、大丈夫。私も似たようなものだから。それに私、今日はもともと断るつもりでいたの。それがちょっと強引に話が進んで、だったら実際に会ってはっきりお断りしようと思って。いやー、気が合いますね。私もそうなんです。違うの。完膚なきまでに振るつもりだった。相手のことそんなに嫌いなんだ。あ、誤解しないでちょうだい。嫌いなんじゃなくて興味ないだけなの。あ、一番悲しいやつだ。俺が言うのもなんだけど、その相手超かわいそう。実際会うまで一生懸命お姉さんに連絡取ってさ、緊張しながらもなるべく嫌われないように努力してこんな店まで指定して、恋愛経験ゼロの俺がドヤ顔で言うけど、男って結構そこまでやって振られると普通にへこむよ。あ、店を指定したのは私なの。向こうの予約したお店だと相手のペースに乗せられて断りにくい。あ、しっかり考えているな。個人的にめっちゃお姉さんの恋愛遍歴が気になるんだけど、今までどんなやつと付き合ってきたの？高校からでいいよ。まずそこからね、付き合って3日で別れましたとか、まずそのあたりから。あ、私女子校だったから。あ、今まで付き合ったことないパターンだこれ。大学も女子大。女子大でも出会いくらいいくらでもあるでしょ。俺って結構失礼を承知でぶつかるから、今のはさすがに失礼すぎたかも。そのごめんなさい、答えたくなかったら答えなくて平気だから、興味本位で聞いただけだし、ほんとすいません。そうだな、じゃあ別の質問に。そういう経験ないの？これが運命の出会いだな。これ誰とも付き合ったことなくて一度も。マジで？失格よ。そんなことはないよ。おかしい、お姉さん絶対モテるでしょ。おい、お姉さんって呼ぶな。名前を聞いたんだからサキさんと呼べ。声はかけられるけど、それでついていったりはしないから。でもダメよね、
そこで一度くらいついていかなくちゃ恋愛なんてできないのかもしれない。いやついていかなくていいんじゃない、ろくな男いないよナンパする男なんて。もうそうつぶやいてちょっとだけ寂しげに笑う目の前のお姉さん、俺からするとこれはかなり衝撃的だ。高嶺の花より愛嬌のいいそこそこの女性こそがモテる、この間深夜のバラエティで見た。理由は単純明快、本物の美人相手だと男の方が勝手におじけついて近寄らないとのこと。これまでは俺も爆笑しながら全く信じていなかったが、現にそれが目の前にいるとなると話は別だ。現に俺も勝手にこのお姉さんは恋愛経験が豊富だとそう決めつけていたわけだし。それじゃあもう一杯くらい飲んだら解散にしましょうか。このまま愚痴に付き合わせちゃうのも気の毒だし、私明日も仕事があるから。いやいいよ、サキさんの愚痴ならいくらでも付き合うよ。お姉さん、ミモザ行こう、ミモザ。え、私も。すみません、さっきのオレンジジュースの上位互換2つ、シュワシュワのオレンジジュースの上位互換って、あれも一応お酒よ。あのお姉さん、俺はナンパになんかついていかなくてもきっといい彼氏見つかると思う、だから頑張って。ええ、ありがとう。その後は勢いでシーフードミニピザと野菜スティックを頼んだ俺たち。最後はお互いの健闘を祈って綺麗に割り勘にして帰路に着いた。はあ？お前それで何もせずに帰ってきたの？ああ、バカか、飯食うだけで終わりかよ。連絡先は？次に会う約束は？まあ確かに連絡先ぐらいは交換した方が良かったよね。聞いてないし、そんな約束もしてないぞ。愚かだ、お前はやっぱり生まれておにゃーした瞬間から愚かすぎる。普通連絡先くらい聞くだろう、しかもその相手フリーだったんだろう。多分な、本人曰く恋愛経験はゼロとのことだ。なんてもったいない、しかも年上ってお前みたいな恋愛初心者には超優良物件じゃねえか。初めて行ったバーでいきなり美人と知り合うとか、お前今時どんなベタなクソドラマだって。待て、俺はまだこの目で確認していないからな。本当にその相手美人だったのか？うん、めっちゃ。お前実は壮大な嘘ついてんだろ。実はブスでいきなり解散は気まずいから適当に飯食って帰ってきた線はないのか？だから嘘じゃないって、普通に綺麗な人だったよ。なんか隙がめちゃくちゃありそうで、でもよくわかんない感じのふわっとした人だったけど、うん、それを聞くとめちゃめちゃいい感じがするな。いや、お前もしかしたら助かったのかもしれないな。本当に美人でいきなりいい感じになれたとしたら、お前それ包もたせだったんじゃねえの？誘われてホテルに直行したらいきなりこわもてのヤクザが入室してくるとか。その可能性は考えてなかった。ないない、あと相手がその気でも俺が無理。俺は恋愛に美しさを求めるエリートギャルゲーマーだぞ。いきなりホテルに行くとかバカじゃねえの？まあそうか、むしろホテルに連れ込まれたらお前の方が発狂しそうだもん。ああ、ヤクザなんか蹴散らして深夜アニメループだ。まあでも連絡先くらいなら聞いてもよかった気がする。でもそうなると俺の方がナンパしてるみたいでちょっと引きが引けた。ナンパじゃないだろそれは、名刺交換だろそれは。いやでもあの出会い方はセーフだろ、あれこそ俺的には運命を感じるパターンだったんじゃないのか。お、自分でもやっぱ気づいてる。まあいいや、ダメ元で聞くけど写真は？撮ってねえよ。だよな、まあいいんじゃねえの、たまにはそういう一夜限りのイベントがあっても。ま、期間限定の楽しい単発イベントってことで。いやいいなそんなイベント、俺も欲しいなそんなイベント。次は気象情報をお伝えします。あ、出た気象情報。成瀬さん、天気予報士だもんね。はい、それでは本日の気象予報をお伝えします。本日は南西からの風がやや強く、午前中特に沿岸部では。なあ、醤油どこある？お昼頃には若干ばらつくところもありますが、すぐにまた晴れ間が覗きそうです。なんだこの音楽は。本日の降水確率は。この人綺麗だよな、最近俺夜勤多いから家帰るとずっとこのチャンネルつけてんだよ。この人なんだけど。何が？だから昨日バーで会った人嘘つくなしね。
それがマジなんだな。なんか涙出てきた。嘘だろーい。嘘だと言ってくれ。マジで死ね。ボケ。どうす。お前いつも言ってんだろ。何しょうもないところでいつも運使ってんだ。いや、しょうもなくはないだろう。めちゃめちゃいい使い方だろう。なんでお天気姉さんがあんなバーで一人ため息ついてんだよ。そりゃお前大人の女だからだろう。カラオケでカンパリオレンジ飲んで調子こいてるクソ女とは次元が違えんだよ。いや、それは言い過ぎだろう。カラオケでカンパリオレンジ飲んでるよ。女子に謝れ。テレビさんが晒して包ませってリスクありすぎるからな。ということはお前多分当たりだぜ。これ当たりってなんだよ。そりゃ綺麗なのは見てわかるけど。何でもいいこと言ってんだボケ。女子やなだぞ。女子やな。しかも美人で彼氏いなくてバーでため息ついてる女だぞ。よし、俺に任せろ。俺の異常なまでの地域密着型人脈網で今すぐこの鳴瀬お姉さんとお前との間に接点を。いいよ、無理すんな。無理じゃねえよ。俺様の友情パワーなめんな。友情パワーってパプア君か。知った顔がテレビに映って一瞬胸が躍る。それは事実だ。でも今この瞬間なんとなく分かってしまった。美人で交際経験ゼロってのは俺と同じく半分は自己責任。でももう半分は男の方がこうして勝手に舞い上がってあの人が引いてしまったことにあるんじゃないだろうか。なんだお前、ここに来ておじけづいたのかよ。ああ、そういうことにしておいてくれ。本音を言うと、もう一度会えるならまた昨日みたいに楽しくいろいろと話をしたい。ただ相手の職業や経歴に興奮して会いたいっていうのはうまく説明できないけど違う気がした。もう5人出たっけ。なんかここに5個影あるけど5人出たっけ。誰だ。はーい、どちら様ですか。どうも、近々帰ると約束したお兄ちゃんですが。そんな人知りません。ノリがいいな、あこちゃん。実家に帰るたびに手土産なんか必要ないが、俺は基本的に昔からアコには甘い。いらっしゃいお兄ちゃん。思ったより早く来てくれたんだね。ああ、なんかあれで無視したらさすがにお前が切れると思って。うん、プンプンだよ。でも今回はすぐに帰ってきてくれたから許してあげる。ああ、やっぱアコちゃんが可愛い気がすんな。と言いつつすでにケーキの箱を抱えて移動する箱。我が家の妹は典型的な花より団子系だ。はいはい、いらっしゃい。あんた一体いつぶり。最近どうしてたのよ。仕事辞めてプラプラしてる。いや、仕事辞めたのは知ってるけど、ちゃんとしたもの食べてるの。ああ、お母さんが実の母なのかな。で、お父さんがあこちゃんのお父さんなのかな。母ちゃんの小言が始まりそうになる中、気を利かせてアコが紅茶を入れてくれる。ちなみにコーヒーも紅茶も俺は基本ストレート派の人間だ。一応自炊はちゃんとやってるよ。面倒な時はスーパーで直接惣菜買ってくるけど。別に遠くないんだから、たまには食事だけでも家に帰ってきなさい。もうとにかくアコがお兄ちゃん呼べ呼べうるさくて。いや、意味わかんない。勝手に人のせいにしないでくれる。まあわかる。アコ云々は俺をここに呼び出す口実だ。親父は？仕事よ。今日は夜遅くまで帰ってこないわ。よし。でも伝言があるの。お前は一体いつになったら女作るんだ。一人で余裕ぶっこいていられるのも20代のうちだけだぞ。だそうです。まあ現実は30代だろうが40代だろうが金持ってるやつの勝ちだけどね。それ言っちゃったら身も蓋もない気が。恐ろしい。暴論に聞こえはしても母ちゃんの意見は間違っていないところが日本の闇だ。いやー、さすがにな。俺もそろそろなんか頑張んないと手遅れになるな。でもお兄ちゃんだって頑張ってるんだもんね。まるで俺に語りかけてきているな、アコちゃん。ん？合コン、あの後行ったんじゃないの？合コン？あんたが？めっちゃ驚かれる。
まあ心境の変化というか、ちょっとアコに葉っぱかけられてさ。まあでも結果微妙だったよ。知った顔も混ざってたし、合コンというより同窓会みたいなノリだったから。そうなの？ちょっと安心しとるアコちゃん。息子は合コンに行っても枯れたまま、娘はいつまでもお兄ちゃん離れできない変態。ちょっと聞こえてるんだけど。私もお父さんもこのまま孫の顔を拝むことなく、50代を終え60代を過ぎ、最後はクソみたいな NPO が経営する老人ホームにぶち込まれて、そのまま職員に暴力を振るわれ死んでいくのね。あの恋人がいないだけでそこまで未来を悲観的に捉えられても。はは、相変わらずだな。笑い事じゃないわよ。いつでもニューベビーが生まれてもいいように、すでに繊細な新生児の肌を守るおむつも、無駄に栄養価が高そうな離乳食も常備してあるのに。早えだろう。ええ、お得用で100枚入りだからね。あんたらの孫が早く生まれないと、このおむつはお父さんの介護用にクラスチェンジしちゃうわ。入らねえだろう。同じこと言ってるぞ。他にはなんかこう劇的な出会いとかなかったの？風俗行ったら同級生でしたとか。お母さん、妹の前で風俗の話をするな。あの、それ俺の初の彼女が風俗嬢でもいいってこと？そうよ。今あんたに必要なのはとにかく女と付き合うこと。ここまで私とお父さんがしつこく言うのはね、年齢を重ねた時、いざ本気の恋をしようと思ってもできないからなの。恋愛だって勉強なのよ。あんたも本気で好きになった人を前にして失敗ばかりしたくないでしょ。ああ、そう言われると筋が通ってるな。すごい、お母さんが珍しくまともなこと言ってる。ひと事じゃないでしょ。あんたも一緒よ。そのまま無駄に説教を食らう俺とアコ。夕食は俺の好きなお好み焼きにするという話になり、俺は久しぶりに実家のホットプレートの前で大はしゃぎしたのだった。じゃあな、また近いうちに来るよ。今度は親父にいる時に。母ちゃんには泊まっていけと言われたが、夜も説教されそうだったので回避した。ここに親父まで参戦してきたら、俺もアコも朝までずっと付き合わされるのが目に見えている。次帰るときはこっちから連絡するよ。お前も大変だと思うけど、愚痴ならまたゆっくり聞いてやるから。あのさ、お兄ちゃん。どうした？お昼にその、お母さん言ってたけど、恋愛も勉強だって、あれは本当にその通りだと思うの。おう、お前も付き合ったことないくせに？私も彼氏いないから、あんまり偉そうなことは言えないけど、分かってるよ。とにかく頑張るだろ。お前にまでプレッシャーかけられたらな、さすがに俺もこの夏はいろいろと頑張ってみる。お兄ちゃんが前向きにそう思ってるなら、私も安心する。おう、それじゃおやすみなさい。お前もあんまり夜更かしするなよ。はあ、恋愛も勉強か。それは俺も分かっちゃいるんだけど、やっぱりそれも相手がいないと始まらない。こうなったら俺も主義主張家を聞く変えて、人生初のナンパでもした方がまだ可能性あるような気がする。そういう意味では昨日は惜しいことをしたな。翔もギャーギャー言ってたけど、せめて昨日は連絡先だけでも聞いておけばよかった。つつもたせなんて言われても、あんな人になら一度くらい騙されたって別にいいような気がする。ちょっと駅の方まで行ってみるか。やるかどうかは別にして、やっぱりナンパといったらこの辺りじゃ駅か海の方しか思いつかない。ナンパってみんなどこでしてんだろうね。とりあえず実家から駅前まで歩いてくる。この時間だと家族連れや帰宅途中のサラリーマンの姿が多く目につく。しかしこんな場所でも夜9時以降は海岸に並んで人気のデートスポットとして姿を変える。平気で抱き合っているカップルや、どう見ても不倫にしか見えない男女の姿もある意味ここの名物だ。俺も近い将来自分の嫁さんとここでキスでもしたいと考えている。いや別にここではしなくていいだろう。こんななんか駅前でしなくていいだろう別に。ピュアだ。なんて純真な願望を抱いているんだ俺は。こんな話カケルに言ったらまたギャーギャー言われる気がする。はあ、
正式に断ってきた。まだ1回しか会ってないのにネッシーもルクスも問題なかっただろう。どんだけ俺が骨折ったと思ってんだお前。やっぱりまずかったかしら。サキさんだ。ちょっと待って、今の声まずかね。これで何人目だよ。一体どんな男なら満足なんだ。そんなこと聞かれてもわからないわよ。第一、毎回いきなり会って決めろだなんてちょっと乱暴すぎない？仕事の付き合いの人かな、このおっさんは。あ、やっぱり昨日のあの人だ。丁寧にやってもお前同じだろ。あれこれ理由つけて逃げ回ってやっと顔合わせに行ったと思ったらこれだもんよ。で、の理由を聞かせろよ。今度は何がそんなに不満だったんだ。 IT ベンチャーの若手社長だぞ。年収もルックスも将来性まで完璧だったろ。ベタすぎて引くくらいにな。あ、今一番人気のやつじゃん。ええ、確かに素敵な人だったわ。緊張している私にいろいろ気を使ってくれて、仕事の話よりも会話の中身はすごくプライベートに寄っていたかしら。それは向こうがお前を気に入ってたからだろう。大して興味もねえ女にあれこれ喋るわけねえからな。マジで子守なんてわっぴらだ。早くなんとかしねえとお前の親父に殺される。もうまたそれ。父の言うことは無視していただいて結構です。恋愛くらい自分でできますので。お父さんの部下とかなのかな。何の冗談だお前。男とまともにテスラ繋いだことねえくせに何意気がってんだ。そういう話はな、俺や親父さんの目の届かないところで一度でも男と食事してから言え。そんでそのままホテルにでも直行したら俺が後で涙ながらに全力で赤飯炊いてやるよ。二人で食事？それくらい私だってします。うん、この前俺としたもんね。いつだるとか言ってさすがにこの空気じゃ割って入れない。相手のことは言えないわ。でも昨日食事はしました。はいはい、そうかよ。またお得意のペラッペラの嘘か。まあ、当分の間好きにしてくれ。そんな調子じゃお前絶対に結婚なんて無理だからな。こんばんは。え、すいません、偶然そこに座ってぼーっとしてたもんで。俺だよ俺、ミモザミモザ。冗談よ、もちろん覚えてるわ。でもそのまさか今の話全部聞いてた？ごめん、盗み聞きするつもりはなかったんだけど、ぶっちゃけ好奇心に負けて全部聞いてました。あなたって本当にそういうところ正直なのね。いや、だってこんなことで嘘ついてもしょうがないし、あの人誰なの？いろいろ言い合ってたし、あの怪しいおっさん。説明がちょっと難しいのよね。私の上司みたいなものかしら。一応親戚でもあるの。父とも交流のある人で、昔から私のことはよく知ってる人なの。ふーん、やっぱりこの雰囲気からしてどこかのお嬢っぽい感じがする。箱入り娘と言われてもなんか納得できるくらいにちょっとふんわりした雰囲気あるし。う、そしてやっぱり超いい匂いが。ねえ、付き合ってもらえないかしら。もう付き合いますとも。ちょっとそこまで。私この時間の海好きなの。でもめっちゃドキドキした。あ、海って言ってもあれだな、都会の中の海だな。この時期なので、時間なので気温も少し落ち着いたのか、海から来る風が素直に心地いい。結局断ったんだ。え？ああ、さっきの話？うん、社長社長。本当は昨日その人とあの店で会う予定だったんでしょ？ええ。昨日は恋人のいない自分をあまりよく思っていない様子だったお姉さん。やっぱりこの人はこの人で恋愛に対しいろいろと思うところがあるんだろう。
どんなこだわりや理想を持っているにせよ、さっきみたいに第三者の介入があると躊躇してしまう、その気持ちは俺も十分に共感できる。お姉さん、さきよ。おい、お前それはマイナスだろう。自己紹介もしたのに、テレビでも名前確認しただろう。さきさんってなんか恋愛できない理由でもあるの？この手の話題に不慣れなのは昨日聞いて俺も理解はしてるけど、なんかこう、どうもそれだけじゃない気がしてさ。私ね、子供の頃は妙に男の子から避けられていたの。なんでだ？他の子よりも背が高くなるのが早かったし、性格も引っ込み思案な方だったから。引っ込み思案って久々に聞いたな。男子も私とは喋っててあまり楽しくなかったみたいで、それから私すっかり自分に自信をなくしちゃったの。進学して女子校に入ってからもずっと同じ。男の先生が教室に入ってくるだけで私妙に緊張してビクビクしちゃって。そうなの？こうして話してると全然そんな感じしないけど。恥ずかしい話だけど、実は私こうして男性と普通に話せるようになったの、社会人になってからなの。仕事のこともあるし、今のままじゃいけないって。大学を卒業した頃は背伸びをして恥もたくさん書いた。そうしたら友達も増えて仕事もうまくいって、本当なら次は彼氏ねって友達にも冗談で言われることも増えたんだけど。だけど？サキさんが一瞬黙ってしまう。やっぱりね、誰かとお付き合いするっていう話にはどうしても躊躇しちゃって今でもご覧の通りつい身構えちゃう。そう言って俺の前で笑ってみせるサキさん。でもその横顔は俺にはやっぱりどこか寂しそうに見える。俺も似たような感じだよ。いろいろ理由つけていつもこの手の話題は避けてきたから。あはは、これって世に言う恋愛難民ってやつ？友達からは恋愛不適合者って普段から言われてるけど。その変なことを一つ聞いてもいいかしら？不快な気持ちにさせてしまったらごめんなさい。何でも聞いてくれ。そのやっぱり大人になっても男性経験のない女性っておかしいと思う？いや、おかしくはないよ。いいよ。そうなの？俺、鉄壁の処女中なんで男性経験なんてゼロが当たり前くらいに思ってますけど。処女中？サキさんにはわかるまい。世間的に女性を中古扱いするのは非常に失礼なことだが、俺はそこを簡単に容認できるほど大人でもない。俺、好きな人に元彼の影なんてあったら多分発狂しますよ。冗談でも多分ずっと一年中その話題が頭から離れない自信があるし。それはその、なんて言ったらいいのかしら。でも不思議、私なんであなたといるとこうして素直に話せるのかしら。昨日会った時も最初の方だけは少し緊張して、でもその後は全然。サキさんが俺に全然緊張しない理由教えてあげようか。え、わかるの？わかるの？うん、サキさん多分俺のことを全然男として見てないんだよ。あ、そういうことか。お前悲しいこと言うな自分で。そうなの？ならごめんなさいね。認めるな。例えばさ、俺がここで強引に押し倒してきそうとか、変な誘い文句で口説いてくるんじゃないかとか、こうして一緒に話してて一瞬でも考えたりした？それはその、どうかしら、ノーコメントで。ああ、ごめんなさい。別に私あなたに男性としての魅力がないだなんて思ってないわ。じゃあどう思ってんの？どんなことしてるのかなとか。ああ、もうそれは好きじゃん。もう他には？いい人そうに見えるけど微妙に口が悪いのはなんでかしらとか。他には？あとはそうね、かわいい
私あなたのこと可愛いって思ってるわ。あー、それどうなんだろうな。さすがフラグブレイカーですね。そんな可愛いなんて満面の笑みで言われたら、普通男のプライドなんてズタズタになるの確定だけど。ごめんなさい、別に悪気があって言ったわけじゃないのよ。ただ頑張って背伸びしているところが数年前の自分と少し重なっちゃって。あー、そういうことか。そうね、私がもし今あなたの恋人だったら無理はしなくて平気よって、多分思わず声をかけちゃってると思う。普段から大口を叩き、妹にだけは甘く、そして数少ない友人のかけるには冗談でも辛く当たる俺の毎日。自分の意思決定とはいえ、すぐに会社を辞めスキルアップと称して己を追い詰めるのも昔からの悪い癖だった。サキさんの言う通り、俺は身の程もわきまえず、随分と以前から背伸びをしている。いつも口だけの自分には腹が立ったし、でもこんな俺でもどこかに受け入れてくれる女性はいないだろうかと、そんな淡い期待を胸に、ここ数年はずっと寂しい思いをして過ごしてきた。そこまで言うなら俺と付き合ってくださいよ。言ったね俺。ええ、それもいいかもしれないわね。え、ちょっと待って、俺今冗談半分で言ったんだけど。あら失礼ね、冗談で女性に告白したの？うん、それは良くない。あ、いや、まあその半分は本気のつもりだったから、決して全部が冗談ってわけじゃ。ありがとう、分かってるわ。でも私今はあなたのこともっと知りたいと思ってる。これは事実よ。マジで？もうサキさんルート来たこれ。だってあなたとこうして話してるとなんだかおかしくって、自然と肩の力が抜けるんだもの。いや、それはさっきも言ったけど、絶対俺のことを男として見てないだけで。あら、そうとも限らないと思うけど。だって私、知り合ったばかりの人にここまで自分の話をしたの生まれて初めてだもの。ああ、もう付き合おう。あの、マジで言ってるならクーリングオフはなしだよ。それに俺、多分絶対サキさんに全力で甘えるよ。私に甘えてもあまりいいことはないと思うけど。とにかく付き合ってみて、それから相手を深く知る。それがアコの言う荒領事の本質だ。俺もサキさんも完全に恋愛初心者同士、ある意味そこの相性だけは今の段階でもそこまで悪くはないと思ってしまう。これで本当に毎日でも一緒にいたい、そう思えるカップルに自然となれるのだとしたら、あの、付き合うってキス以上もしたいって分かってる？やっぱり今すぐここで別れようかしら。やっぱりあのバーでの出会いは個人的に運命だと思いたかった。あー、終わりかー。終わりじゃないな、オープニングだ。これアコちゃんね、妹アコちゃん。サキちゃん、成瀬サキ、大人お姉さんアナウンサー、月の真っ白、バイトをしてる不思議系女の子。誰だこれは。しかめレイナ、真っ白ちゃんと一緒にいた子か。北王子カレンね、元同僚ね。あ、元同期。あああ、なんかこれ見てるとそれぞれの部屋とかあるんだ。やっぱ遊び行ったりすんのかな。あー、いや、どうしようかな。やっぱあこちゃんが可愛いかな。でも現実的に考えるとさきさんなんだよな。終わりか、体験版ここで終わりか。やっぱシステムデータをセーブしますか。念のためしとこう。念のためね。メイキングラバーズ、
あー、なんかゲームの中とはいえ彼女ができると思って、なんかそんな気持ちでやったけど、なんかすげえ寂しくなったわ。チャンネル登録よろしくにゃん。